本日は経インターナショナル東京を卒業後、柳井正史財団7期生として、スタンフォード大学の科学工学専攻、まあ、そして副専攻で CS を選ばれた坂本智子さんに特別ゲストとしてお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタンフォード大学1年生で柳井正史財団7期生の坂本智子です。専攻は2年生の終わりまでに決めればいいのですが、科学工学専攻とコンピューターサイエンス副専攻を予定しています。東京都内のインターナショナルスクールに通っていました。海外移住経験はありません。2008年から2023年までの約15年間ですね、まあ、なので日本でいうと、まあ、幼稚園から高校卒業まで、まあ、一貫してその江東区にある経インターナショナル東京という、まあ、グローバルトップ IB スクールランキング2023年で、まあ、世界第5位と、で国内トップのインターに、まあ、通われて、おられました。で進学実績をちょっとざっと見るとですね、まあ、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、まあ、そうそうたる大学に進学しているようですが、これほぼほぼ海外大学に進学する、イメージなのかということと、なんか周りの友達はこんな感じで進学したというのも あれば教えてください。実は進学先は本当に様々で、もちろんアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアに進学する生徒もいますが、日本の大学に進学する生徒も多いですね。ギャップイヤーを取る生徒もいたりします。幼少期から、まあ、東京のインターに、まあ、自分のお子さんを通わせたいという保護者さんは本当に多いと思うんですけども、うん、まあ、差し支えなければですね、まあ、大体の1年間の学費と坂本さんの親って何をされてた方なんだろうとかって気にされる方もおられると思いますので、ぜひ教えていただければと思います。実は私が通ってた頃と比べて今学費がどんどん上がっていって出るので、現在の学費は、まあ、ちょっとすいません、ウェブサイトの方で確認することをお勧めするんですけど、両親は経営者のような立場ですね。友達の親の職業って大体こんな感じだったよっていうのもあれば教えていただけますか？結構いろんな子がいるんですけど、大半は、まあ、どこかの会社に勤めている方々とかですかね。入学専攻ってこれってどんな感じなんですか？学年によって異なりますが、大体は数学や英語のテスト、そしてインタビューがあります。テストは、まあ、少し難しい感じですね。経インターナショナル東京はなんか国際バカロレア、まあ、IB です、まあ、ディプロマプログラムを採用して、おられるわけですが、グローバルトップ IB スクールランキング2023で、まあ、世界5位で、国内ではもう文句なしのトップで、他の IB 校より、まあ、抜きに出ている状況をなわけですが、なんかこの理由ってどこにあると思いますかということと、なんか日本の中高一貫校のようになんか先取り学習のインター版みたいな教育が行われているっていう感じなんですか？先取り学習のインターナショナル版が行われていると思います。例えばなんですけど、数学では2学年以上の内容を学んでいるような感じです。また、数学のクラスはレベル分けされていて、トップクラスに入るためには一層の勉強が必要です。他のインターナショナルスクールに比べると、まあ、勉強に力を入れていて、進級には一定の成績が求められます。坂本さんのその IBDP のスコアがどれぐらいだったのか教えていただきたいのと、なんかこれからまあ IB を勉強される方向けに、まあ、こんな感じで勉強していたよというのがあればアドバイスをお願いします。満点ではなかったんですけど、まあ、40点以上でした。重要なのは、過去問を多く解くこと、そして、夏休みを利用して先取り学習をすることだと思います。私の場合、ハイレベル科目を4つ取っていったため、まあ、少し大変でした。ハイレベル科目とスタンダードレベル科目を後悔がないようにきちんと考えて選択することをお勧めします。また、復習用の動画やウェブサイトが YouTube 上やインターネット上にたくさんあるので、自分に合ったものを見つけて、まあ、勉強するのがいいでしょう。アメリカの大学って出願時になんか課外活動が重視されるということをよくお聞きしますが、どういった課外活動をやられてたかって教えていただくことが可能ですか？私の場合、特定の分野に限定せず、まあ、数学の大会、科学の大会あったんですけど、それプラスビジネスの大会に応募したり、あとはリーダーシップ経験としては、まあ、生徒会に入っていて、
スポーツでは、クロスカントリー部に所属していて、あとは大学でのリサーチインターンシップをしていました。多分これが好奇心旺盛な学生として評価されたんではないかと思います。最後にですね、その県インターナショナル東京を検討されている方向けにですね、これはちょっと頭に入れておいた方がいいよということがあれば教えてください。まず、勉強が非常に大変であることを覚悟しておくべきだと思います。IB で高得点を目指すには非常に、良い環境だとは思います。You are beyond